グンダム県は、マリ共和国の地方行政区画で、トンブクトゥ州を構成する県の一つ。行政の中心地は、グンダムに置かれる。下級単位のコミューンは16団体あり、2009年の統計で、人口は15万150人を数える。行政区の3分の2は、サハラ砂漠で覆われる劣悪な地勢で、南部は、ニジェール内陸デルタの北端に接し、季節こと、川は、 牧畜、農業、漁業を形成し乏しいながらも人々の生計を生み出している。モーリタニアとの国境に接し北部のトゥアレグ族は遊牧を、南部の損害族は農耕を、そしてボゾゴア社は漁業を営んでいる。グンダムには空港があり、国道は東にはトンブクトゥ州の中心域へ、南東にはモプテ州へ通じている。損害帝国地政下において、 グンダムは繁栄する地域であった。損害帝国は1591年のモロッコのサード町の侵入によって滅亡し、トゥアレグ族にとって変わられた。グンダムの北地域にあるファギビンコには、干ばつから逃れた難民たちが農業を始め、定住化する。グンダム県には、以下のコミューンがある。ありがとうございます。